2016年、ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間岩先生。2017年は世界2位でした。で、現在ズルトレーダーは FX 統一になってます。今日はね、10月17日ということで私の誕生日で、還暦になりました。どうもありがとうございました。60歳ですね。コーヒーをちょっとね飲みながら、ハムエッグチーズサンドを食べてましたけどね、今日はね、トーストですね。コーヒーを、ね、飲んでます。私はね、若い時はパナソニックに勤めてたり IBM に勤めてたりセコムに勤めてたりしております。ここまでに和光大学文学部を勉強を卒業しまして、それから普通の年齢で2回目の大学神奈川工科大電機科を卒業しまして、大学の先生の資格を取って卒業してます。でですね、ソーテックって会社を、大学卒業後創業、資本金138億円のソーテックって会社を、パソコン会社を僕はパソコンを発明して建てております。今は音響と合弁しておりますけどね。で、生まれつきながら JBC ホールディングスホーリングホーリングスホーあの、ホーリングスですか、JBC グループを創業してます。グループをね創業してます、生まれつきね。で、今回そのバイナリーオプションでね、稼げる方法ですね、のインジケーターの調整でね、また今日もやっております。まだ本番通してません。で、こちらですね、こちらの方のインジケーター、こちらですね。で、こちら。今、3台のパソコン動かしてますね。4台目は休んでます。で、これ、勝率 70%、昨日 60% だったらタイだったんで、シンプルにしましてね。投資を始めるということにしました。まだね、時間が、8時4分なんですね、10月17日朝ね。ですので、まだ始まってないんですけど、ハイアンドロースはね、他もいろいろ、20個ぐらい、バイナリーオプションは使ってます。他社ね。昨日はね、FX の投資で、ちょっと稼ぎました。練習投資ですね。昨日は FX でちょっと稼ぎました。練習投資なんで、ただちょびっとですけどね。で、今回この投資でね、このインジケーターで投資しようと思ってます。RSI が15周期の76の24とかね、いろんな周期があるんですけど、これは自動分析してます。今日は私の誕生日でね、60歳になりました。還暦。こちら準備中ですね。あと4分43秒過ぎですね。ですからあと14分ぐらい必要ですね。あ、いいのかな。3つとも動かないといけないんでね。
そんなことで、これで稼げればいいんですけどね。まあ、これで稼げれば億万長者です。もう水曜日になっちゃったんだね。コーヒーがうまい。生クリームとね、コーヒーでね、ブラックで飲んでます。お砂糖なしで。まあ、そんなことで、仕事ばっかりなんで、ラフ格好。これはもうね、何枚も持ってるんですよ、これ。これなんか、これ何枚も持ってるんですよ。同じもんばっかり着てますけどね。大体、着るときはね、まあ、大体同じもんばっかしでやってます。ただ、清潔にしてますね。でね、そういうことで、今日は、1958年10月17日生まれ、今日僕のお誕生日です。どうもいろいろありがとうございます。こういうふうにね、稼げるようなインジケーターを開発できてきたということでね、大変皆様方には感謝いたします。力関係は人間全員なんでね、そこら辺は注意してください。上の生物ということでね、宇宙全体で生物生きてますから、人間全員が妨害に来たりとか、力関係ね、力関係の妨害っていうんじゃないね、力関係ね、間違いなく喧嘩じゃないですからね。能力差があればね、上であれば下が全部来るんですからね、力関係来るんですから、その力関係です。戦争以上もあるわけですよね。投資は戦争じゃないですからね、戦略とか言いますけども、仕事のね、真面目な仕事